どうもパパゲーノです。今日も一緒に乾杯しましょうなんてね今日もこちら博多の花です。まださすがに1日じゃ飲みきらないですね。で、昨日のステンレスのタンブラーはね、熱が伝わりすぎたんで、今日は普通に湯飲みで作ろうと思います。今日こんぐらいね入ってるよね。昔はね、なるべく濃くしようとかって思ってたもんなんですけどね。焼酎4でお湯6ぐらいかなとかね、55ぐらいとかしてたりしたもんなんですけどね、最近なるべく薄くしようとしてます。だからまあ1対1対2ぐらいがね、いいかなとかって思ってるんですけどね。ということで、とりあえずできました。では、皆さんね、はい、じゃあ今日も乾杯。お疲れ様でした。聞くわ。今日のおつまみは、一つはハンバーグ、それとあとゆでベビーホタテです。ハンバーグがなんでつまみになるかって言いますとね、これ本当は夕食のおかずになるはずだったんですよ。だけどね、今日まずね、そもそも昼飯をなぜか食べ損ないましてね、昼飯を食べることができたのが夕飯時だったんですよ。でね、それで結果的に夕飯用に用意しておいたハンバーグが自動的に押し出されてしまったんですけどね。でもね、夕飯食べてからちょっと時間経ったんですけどね、あっという間に腹が減ってきてしまった。まあだからね、ご飯類、炭水化物は食べないでね、おかずだけ食べようかなって感じなんですけどね。ということで、いただきます。ちなみにこのハンバーグね、完成品っていうか、なんていうのかな、チルドで売ってたやつを温めただけです。だからね、ソースはどうしようかなと思ったんですけどね、オイスターソースとね、ケチャップ混ぜただけ。本当はね、だから、なんていうかな、フライパンの焼き汁で、やっぱりそう混ぜて作るじゃないですか。まあ一応そうしてんだけど、全然肉汁出てないからね、ただ単にオイスターソースとケチャップを混ぜただけになってますね。まあいいんですけどね、別にね。ハンバーグ食べながらウーロンハイとかめちゃめちゃですね。ベビーホタテは、だいたいいつもね、最近マヨネーズずっと醤油にしちゃうことが多いんですけどね。てか逆にこれ普通なんだけどさ、わさび醤油で食べようと思います。あ、そうだ、今食べるときに言おうと思って忘れた。ないな。ホタテってこれ白いのがね、オスなんですよね。で、赤いのがメスなんですよね。それ言いたかっただけ。まあでも結構有名なんだろうな。あ、そう。もう今日投稿した動画に早速ね、コメントいただいてるんで、こちらからまたコメント返しです。林道初心者さん、乾杯。今夜も焼酎ですが、と。僕も今夜も焼酎です。で、あ、それからそうだ、いつもねコメントいただいてるんですけどね、読み方を把握してないんですよ。八一さん、やはじめっておかしいよな。すいません、読み方今度教えてください。自分はスイロトリドよりもスボリトリドの方が好きですね。なぜなら自転車で走り抜けられるからです。まあ確かにそれはありますね。自転車でかろうじて走行できる程度に荒れた道なんかが最高です。そうなんですよ。簡単に通れちゃうと面白くないんですよね。だからね、スイロトリドも結局同じなんですよ。やっぱりちょっとね、通るのに手間がかかる。で、だからね、通れないスイロトリドはって感じですね。ただね、水路水道の場合、通れないときは、今度は、なんていうのかな、昔の古い稼働の部分ね、農地に転用された部分が通れる場合があるので、だいたい通れるんですよね。でも、小原川のね、水路水道でね、一箇所どうにも無理なところがありました。田んぼの跡がね、もうドロドロになっちゃっててね、足は取られるしね。で、しかもね、農地の端のところを通ろうと思ったらね、全然もうやぶになっちゃっててダメだったっていうところがありましたけどね。でね、次のね、メインチャンネルの動画が困ってしまった。ネタがなくなったっていうか、いや、ネタはあるんですけどね、編集作業が面倒なものばっかりなんですよ。もう今日あたりからそろそろ気合い入れて編集作業しなきゃなんないんですけど、っていうか週末の短冊が困った。今撮影時点では金曜日の夜なんですけどね、明日が土曜日になりますから。で、天気予報では日曜日の夕方から雨のようなんでね、なるべくね早めに行動開始しないとね、雨に降られちゃうのでね、まあこれからもうちょっとね、チロチロ飲みながらね、次の動画を何にしようかっていうことと、それから週末の探索場所のなんていうのかな、選定をやろうかなとかって思います。まあ困るんだけど、まあそういうふうな考えるのが楽しいところはありますよね。ということでした。今回もご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。飲み
飲みすぎ注意です。なんてね。